2005年の横浜ベースターズでは2005年の横浜ベースターズの動向をまとめる。この年の横浜ベースターズは牛島和彦監督の1年目のシーズンである。1982年に守護神として中日の優勝に貢献し、引退後に TBS の解説者を務めていた牛島和彦の監督昇平に成功したチームは出足こそ悪かったものの5月の交流戦以降、 調子を上げていき、6月以降は、阪神、中日に差をつけられながらも、ヤクルトとの A クラス争いを展開。最終的に2001年以来のシーズン勝ち越しこそ、逃したものの、4年ぶりに A クラス入りを果たして3位に、滑り込んだが、横浜としての A クラス入りはこの年が最後で、2016年に11年ぶりに A クラス入りするまで、低迷期に入る。 牛島監督の指導もあったのか投手陣はチーム防御率が3.68のリーグ2位に滑り込み前年から若干改善された打撃陣ではタイロンウッズの中日遺跡で本塁打が前年の194本から139本へと減少したものの田村人志が31本塁打でウッズの穴を埋め3年目の村田修一も24本塁打と検討した カード別成績では、前年勝ち越しの阪神に6勝13敗3分、中日にも8勝13敗1分と負け越したが、5位の巨人には16勝6敗と大きく勝ち越した。ありがとうございます。